ているんですけれども、私のアバターの方かわいい2人、ありがとうございます。そう、昨日今日と2日連続でラムネの飲み方公演ありまして、なんかすごい感動しましたね。本当に素敵な卒業公演で、そうっていう感じでしたね。もう本当になんだか胸がいっぱいになったというか、本当にね、本当にいなくなっちゃうんだって思っちゃった。なんかでもあんまりまだ実感がないというかね、なんかよくわからないですね。よくわからない気持ちになった。なんか SK にいるのが当たり前すぎて、ジュリナさんもそうだけど、普通になんか卒業するって思えないんですよね。なんかなんだろうな、なんかずっといるって思っちゃうから、なんか時間がもっと経ってから本当に卒業されたんだって思う気がする。なんかね、お手紙とか実質的な SK の最終活動は今月いっぱいですよね。4月のね、一番最後の日までだけど、でも公演とかそういう歌ったり踊ったりするのは今日で最後だったけど、なんか見ててちょっと信じられなかったですね。ちょっとずっといるような気がしちゃう。思いました。最後の曲がダダマシンガンで終わるの意外でしたね。そうダダマシンガンすごい、あのなんか大きいドレスでさ、ダダマシンガン踊れるんだと思ってすごいなと思いました。いやちょっと感動するよね、感動しちゃいました。そう、何かなって思ったんですよね。そう、私の予想はね、最後こう話し終わってみんなでさ、ダダマシンガンやる前になんかね、最後の曲、一番最後の曲はもう一回みんなでラムネを歌って終わるのかなって思ったんですよ。もう一回みんなでラムネの飲み方をゆっくり終わって終わるのかなって思ったら、すごい盛り上がっていきましょうって言ったから、何踊るんだろうと思ったら、まさかのダダマシンガンでびっくりしました。でもすごいなんかしんみり終わるわけじゃなくて、なんか盛り上がって終われた感じがしてすごい素敵でしたね。そう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 思いました。とてもそう思った。すごいなと思って、本当にでも素敵な公演でした。見てましたね。最後一人ずつ感想も言ったりとかして、みんなでもそこで泣いてて、すごい感動しましたね。マキコさんのお手紙でもちょっと泣けちゃったけど、私のアバターの方ハートたくさんありがとうございます。おーすごい、ハート100個受け取ってありがとうございます。ありがとうございます。ダダマシンガンはコンサートでもよくチーム曲で披露してて、僕もあのね、ダダマシンガンでも私はまだ踊ったことないから、 K2 のチーム曲で踊ったことあるのはまだキスポジションしかない、私は。そうなのです、そうなのです。結構難しい曲いっぱいあるから、
いつその時が来るかっていうのをビクビクしてるんだけど、まだケースポジションしかやったことなくて、あのチーム曲、K2 のチーム曲、難しい曲、最近特に難しい曲がいっぱいだから、振り当てられる曲が K2 のだから、でもいつかはさ踊る時が来るわけじゃないですか。そう、それがいつになるかわからないけどね。ネズミありがとう、ユッチのアバターの方。そう、でも踊れたら絶対かっこいいなって思うけど、もうなんかすごく難しそうだからね。ただマシンガン楽しそう、でも踊ってみたいですね。そう、なんか NMB のね、なんだろうな、NMB48 の人とかコメントくださってて、すごくない？すごい、すごいって思った。すごいね、とても素敵。とても素敵ね、すごいなと思いながら見てましたけれども、そうそう、チュイさんは一時期兼任してたからね。あの頃は結構なんか、あー、クラッカーありがとうございます、私のアバターの柄。あの頃結構兼任とか多かったですよね。遺跡もそうだけど、兼任とか遺跡とか最近ないですよね。まあ AKB グループで集まることがないからか、すごいいろんなチーム兼任とかあったけど、最近は専任が多いね。ね、懐かしい、そういう時代もあった。そういう時代もあったね。人の数だけ暖かくなる。でてらら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 。時に誰もが叫ぶように泣いて、ね、思いました。あ、これからも頑張っていきたいと思います。あ、そうだ、ね、私のね、そう、生誕祭やることが発表されたんだけどね、今日のあと3時間ぐらいかな、23時59分でその応募がね、抽選締め切りなので、ぜひよろしくお願いします。できればね、なんかできれば私のファンの方が一人でも多く当たったらいいなって思ってるけど、まあどのファンの人でも来てくださるのは嬉しいけど、まあ生誕祭なので、できればふさん一押しだよっていう人が一人でも多く来て見てもらえたら嬉しいかなって思うけどね。まあでも素敵な生誕祭になれば嬉しいなと思うので、みんな来てくれる人がすごく幸せな気持ちになったらいいなって思いますね。サールありがとうございます。私のアバターの方ありがとうございます。まあそうですね、そう、あと、そう、23時59だから、あと本当に2時間3時間くらいかな、
2時間3時間ぐらいなので、ぜひぜひぜひ。いや、ふさはもう泣かないです、本当に。笑って笑い、ね、本当はこの前もね笑う予定だったんですよ。笑う予定っていうか普通に泣く予定なかった。てか本当に本当にねもう泣きたくないのよ、できるだけもう最近はショールームでも強くなったしね、全部強くなったから。そうだけどね、なんかこう雰囲気というかに飲まれたというか、なんか胸がいっぱいになっちゃったんだよね。虎のアバターの方、お花ギフトありがとうございます。そうですね、自分の生誕祭は多分泣かないと思いますね。自分の生誕祭より推しの生誕祭の方が嬉しいからわかんないわかんないわかんないけど、なんかこう嬉しいけどね、自分の生誕祭も。もうでも自分の生誕祭どうのこうのよりなんか推しの生誕祭の方が楽しみだったから、それはちょっとファンの人と気持ちが一緒かもしれないね、そんな感じですよ。やっぱりね嬉しかったです、その日は本当に。うん、ブログに書いた通りね、まあのことをずっとしてきていただいてたので、やっぱりどん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 なんかこういうね、気持ち早く一緒に出たいなって思ってたから、でとても嬉しかった、ね、逆に私も私のことが好きっていう後輩とかが今後入ってきたりとかした時とか、ね、こう仲良くなっていく後輩とか、今は全然関わりがないから分かんないんだけど、そう、そういう風に優しくしてあげたいなって思う。思うそう思うの、思う、思います。自分がされてすごく後輩として嬉しかったなって思うことを、これから後輩にもね、特に研究生の頃とかは悩みが尽きないから、昇格できる、いつできるんだろうって不安とか、小さなこと、今となっては結構そんなところで悩むことじゃないよって思うことも自分の中ですごいあるんですよ。今は昇格したからそう思えるだけでね、研究生の時はすごいちっちゃなことですごい悩んだりとかすることもあったのでね。そう、犬のアバターの方、レインボースターありがとうございます。ありがとうございます。今日は757日です。そうですね、犬のアバターの方、レインボースターありがとうございます。そういう感じ本当にね、そういう感じよ本当にね。ゆっちのアバターの方、クラッカーギフトありがとう豚のアバターの人もクラッカーありがとう。私のアバターの方もクラッカーありがとう。誕生日の気分になっちゃう。そう、そうなの。今日は何日だ、すごいね。今日
は水曜日か火曜日か、今日やばい、今日が何曜日かもう分かんなくなっちゃった。生まれた時に誰もがなんかな、なんか最近すごく電化製品が壊れるんですよね。なんか壊れたんだけど充電器。今日は火曜日か、火曜日か、なあ、もうゴールデンウィーク始まるんだ。あ、そうだ、一押しガチャ引かなきゃ今日思ったんだよ。一瞬これ終わったら引こう。そうじゃん、そうだった。いや携帯ね、なんか画面割れてないからね使い続けてるんですけどね、ちょっとそろそろ寿命説あるのでね、2年経つしね、ちょうどそろそろかな。でもね、なんか変えたタイミングで新しいの出たりとかするからね、一回ねちょっと待ってるんですよ、最新のが出るの。そう、せっかく変えるならね、なんか、うん、秋ぐらいとかによく出たりするじゃないですか新しいの。そうだから一旦待ってるの。変えた瞬間になんか前回これ今使ってるやつ、うん、私のアバターの方ハートたくさんありがとうございます。そう、今使ってるやつが本当にあの新しく変えた3ヶ月後ぐらいに新しいのが出たのそうそう、もうこの最新の機種だと思ってこれ最新なんだよってみんなに言ってたら、その 2か3ヶ月後ぐらいに新しい新機種が出て、そう、それでもうね、もう2番目に新しいやつになっちゃったからすごい悔しくて。あ、私のアバターの方ハート100個突破ありがとう、いつもありがとうございます。すごい、赤帽子のアバターの方、何これ海賊のタコみたいな、ありがとうございます。そうなんですよ、だからちょっとそうだよね、やっぱり秋頃なんですよ、だからちょっと一旦待っています。なんかすごい画面がバキバキとかカメラが使えないとかでは一切なくて、すごく綺麗で使えるんだけど、なんとなくたまに落ちたりすることがあるかなとか、あと充電の減りが一番ですね。そう、全然壊れたっていうところはあんまないんですけど、そう、あとテロップが出なかったりね、私のスマホの問題なのかわからないけど、そうそうそう、だからねちょっとね、そう、新しいのにしようかなって思うんだけどね、やっぱりでもね新しいのが出るとね、あとにねすぐ新しいのがまた出るのが本当に悔しいからね、そうだからちょっと待ってますね今、その時を、最新が出るのその時までちょっと一旦待ってます今。そう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 、そうなんですよ。でも大体秋とかが多いからなね、春とか春先の、春先、あ、猿だ、猿ありがとうございます、豚のアバターの方。なんかあれなんですよね、春先とか秋とかに新機種とか出るイメージだからね、ちょっと一旦、なんかこの前さ、なんかいろいろ忘れ物防止タグとか新しい色とかそういう時にさ、なんかこう来るかなって。ネズミありがとう犬のアバターの方、そうとかあったから、その時に最新の機種も出るかなと思ったけど、その時は出なくて、だから、あ、秋かと思いました。この前そう忘れ物防止用のタグとか。猿ありがとう、ハートもありがとうございます、私のアバターの方。
そう、新機種とか、ね、だけだったから、新しい携帯は出なかったから秋かなと思って、秋になったら買おうかなって思ってます、今のところは。今のところはね、そう思ってますけれども、どうなるかはちょっと分かりません。いつ出るかはね、予告されないものなのでね、タイミングが重要。まあでもそんなに困ることは今のところ別に困ってるわけではないから、まあ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 、もうちょっと使おうかなって思ってます。そうなのよ、秋になったら買いたいもの結構ありますね。あ、猿ありがとう。猿ゆっちのアバターの方、今日テロップ書いてなかった、待って、あ、明日の宣伝しよう。今日誕生日ですって、おめでとうございます。それは非常に非常に素晴らしい、素敵な一年にしてください。じゃ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 、そう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 、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよばっか言ってる、もう卵おかしくなっちゃうわ。そうなんです、私はね、生誕祭が5月14日に行われることが決まって、15日はねトーク会があるんですよ。そうだから連続して2日続けてね、ありまして、実は僕も誕生日、本当に言ってる？嘘じゃない？すごい、一緒の誕生日だ、おめでとうございます。一緒の誕生日だって、友達になりなよ二人友達になりな、友達だよ、友達でしょ、偶然だって。じゃあ友達になりなよ、誕生日同じ時って友達になれそうじゃない誰だって、ほらコメントを読んで友達になるの2人、 LINE 交換した方がいいよ。友達になってフサントーク会に連番してくださいそしたら一緒に祝ってあげるからすごいね、だってクラスとかでさ、誕生日同じだったらさ、誕生日同じですって仲良くなれるますもんね。あ、ふさんのトーク会撮ってる15日、ありがとうじゃあお友達と一緒に来てください。そうなんですよ、明日の12時までなんですよね。そうそうそう、明日の12時までなんだよ、トーク会の締め切りは。ふさんトーク会が面白いって聞いて撮ろうかと迷って、来てください、面白いですはい、こう生誕祭からのトーク会なんですよ。
そう、生誕祭トーク会というふうに2日連続でなんかありましたので、その時の感想だったりをぜひ次の日のトーク会に言いに来てくださったらすごく嬉しいなというふうに思います。もう時間があんまりないですけれども、そうなんです、生誕祭はもうあと2時間ぐらい、今日の12時で終わりで、トーク会は明日、そうだからね、そうなんです、そうなんです、あ、フサのトーク会マジで楽しいですらしいですね。あ、生誕祭次の日に話せてください。そうです。なので入れられる方もいらっしゃると思いますし、DMM で見られる方もいると思うんですけれども、いろいろ感想とかそういうのをお待ちしております。フサは直接会うとめちゃくちゃありがとう。ゆっぴのところに行くまでも楽しい。優しい。ふさんとかが一番楽しかった。ありがとう。間近で見るふうかさんのキラキラオーラが、いや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 。みんな最近というか優しいのよね。コメントも、メールも、ツイッターも。ふさんに直接会うと好きが増して困る。次のトーク会友達と連番できなくて大丈夫です、一人でも、みんな一人だから、いつも笑顔ありがとう、いやこちらこそです、本当に感謝感激雨あられ、そうなんです、ぜひね、そう遅い時間なんだけれどもね、頑張りたいと思います。一人で行ったけど全然楽しめた、だって、ありがとう、24日のトーク会もっとお話ししたいと思って、ありがとう、優しいわみんな、人見知りでも話しやすいです。汗汗って、この人ねいつも汗汗って言うからね、そうなんか、なんかお話しした時もさ、こうトーク会でさ初めて会った時もさ、汗汗って言うのかなって思ったらね、汗汗って言わなかった。いつか汗汗って言ってください、直接。ヘッピは人を癒す魅力が、みや、ありがとうございます、今週末のトーク会行く、ありがとう、待ってます、私のアバターの方、クラッカーギフトありがとうございます、そうなんですよね、早い時間は皆さん来てもらえるんですけど、8と9がね、でも今までは8、9部しかなかったんですよね、もともと。そうだけどたくさん完売させていただいてたから、そう今はでも7しか完売してないからね、どうなんだろうね、もっと頑張るから来てください。ありがとうございます、ふっぴこそ沼である、いやありがとうございます、僕は実際にトーク会でもこの映画ね。いやみんなと話すのはね楽しいですのでね、よろしくお願いします、みんな最近結構ね楽しいのよね、なんかね、結構ファンはお尻にとか言うけどね、なんかちょっとずつちょっと抜けてる人とかもね
ね、出てきて、多分素が出てきたんだと思うんですけれどもわかんないけど、なんかね、あれなんかフさんと似てるねって言ったらね、いや違うよっていう、なんか普通に否定されたりとかもするんですけどね、フさんに似てる人増えた気がする。ちょっとね、あのちょっとねすっとぼけてる人とかいてね、面白いです。そう、フさんと一緒だねって言ったらめちゃめちゃ否定されるんだけどね、フさんよりはしっかりしてるよって。でもなんか面白い、みんな、うん、フさんよりかはしっかりしてるよ、もフさん傷つきますけどねなんだよってなるけどね、なんでフさんの方が下に見られてるのって思うけどまあまあまあ、なんかあったんだよね、忘れちゃった。私から、あ、この子はね、女の子なんだけどね、ね、あの、ね、こ言っていいかななんかね、この子はこの前トーク会に来てくれたんだけど、なんか、あの、この前三重県に行ってさ、って言って話をしてくれてね、さんが、あれ?と思って、三重ってどこだっけ?って言ったら、わかんないって言われたの。だから地図わかんないの、さんと一緒だねって言ったんですよ。かわいい。そう、さんも行ってみたいなと思って、どこら辺だっけ、どっちだっけ、三重って言ったら、わかんないってかわいい。馬のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。そう、すごい可愛くて一緒だからよかったって思ったうん、多分近くの県っていうのは分かるけどね、こう位置関係が難しいよね。だってさ、47個も県があってさ、なんでみんな勉強します、うん、さんも勉強します、みんな覚えられるんですか。普通に考えて47個の県を覚えるって、北海道とか沖縄とかそういう分かりやすい県ってちょっとずるいよね。ずるいとかないけどさ、なんかこう一番さ、端と端ってやっぱ覚えやすいじゃないですか、場所。北海道と沖縄が分からない人はさすがにいないじゃないですかね。いいよね、うん、北海道とね沖縄ちょっといいなって思いますね。誰にでも覚えてもらいやすいから、うん、どこがわかるかな。でも結構日本地図はわかるんですよね。青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島は東北は行けて、なんかで、山口、広島、島根、鳥取、岡山も行けるんですよね。そこしか、そのブロックしか行けないんですよね、ちょっと。あと北海道と沖縄、北海道と沖縄はもう位置関係完璧で、東北と中国地方の位置関係完璧なんですけど、あとがちょっと難しい、なんか結構ごちゃごちゃしてますよね。そうそう、なんかちょっとなんだろうな、なんでわかるんだろうな。四国は本当に行けない。うん。なんだろう。ちょっと大きい県がボンボンボンでこう隣り合ってる系はいける。東北も結構一個一個の県がこう大きいじゃないですか、ブロックみたいに。だからわかりやすくて、中国地方も1、2、3、4、5ってなってるからわかりやすい。うん。四国はちょっと難しい。うん。九州は無理、こまごま系だから。そう、結構大きいブロックみたいになってないと厳しい。そうなんですよね。や、47個は覚えられない。だから北海道、沖縄、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、広島、島根、
違う違う、山口、広島、島根、鳥取、岡山、13個は覚えられるんだけど、あとがちょっと厳しいですね。13個だから そう、あとの34つが覚えられないんですよね。難しいです、ちょっと。いや、なんかなんだろうね、なんか難しいですね。そう、チームエイトの47素敵な街へはね、なんかそこのところだけ北海道ドゥルルドゥルルドゥルルしか覚えられない。でもね、こう人の名、人が出てくると覚えられるの、初期のね。今は結構ね、こうチームエイトさんも卒業されたりとか、新しく新加入されたりとかして、ちょっと頭ごっちゃになってるんだけど、もう一番初期の、あの、なんだろうな、合宿の頃のとかやってたじゃないですか。あの頃の本当に初期の頃は、こうなんだろうな、パフォーマンスとかするときに全員が出てきたりとかして、剣で覚えてなくて顔で覚えてました。何々ちゃんが出てきたら何々、そう、顔で一人ずつさ、なんとかなんとかって言うじゃないですか。言って後ろに戻っていくけど、その子の顔で覚えてた歌詞をね。だから剣は覚えられてないです。そう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 覚えられないの。そうそうそう、メンバーさんの顔で覚えてたから、それはそれしかない。谷ゆりちゃん広島県代表だよ、確か。違ったっけ。もうダメだ、なんか最近人の名前も覚えられないの。例えば中野郁美さんは、鳥取とか、そういう風に顔で覚えてたんです。そういう感じでね、覚えてたから。そういう感じでしか覚えら、そういう風にしか覚えられなかったからね。のんのんのん、まあでも別に日本地図なんか覚えなくても生きていけますしね。そう。うん。私のアバターの方、お花束ギフトありがとうございます。うん。正直、なんか、大切なことは、そんなことじゃないです。まあ、日本地図は覚えなくてもいけますしね。まあ新幹線の乗り場にいたら何々行きって書いてあるし、分からなかったら旅行会社に聞けばいいし。そうですね。でもなんかね、学校のねテストかなでね、なんか日本地図を暗記しないといけないやつとかがあって、その時は覚えてたの。そう、その時は覚えてたの。4年生ぐらいかな、テストがあって、47都道府県全部が真っ白に白塗りされてて、そう、地図の形だけしかなくて、そこになんか丸がついてるの、丸1、丸2、丸3って、そう、47都道府県の地図の県名が全部穴ぽこになってて、番号だけ振られてて、何番は何県っていうのね。それ本当にね、98点とか取れた気がするんですよ。そう、ちょっと間違えたりとかはしたけど、そう、だからこう完璧にね、全部47覚えてたはずなんだけどね、その時はね。でももう今は
もう忘れちゃった。その時は覚えてたんだけど、なかった、みんな虫食いとかじゃなくて全くないの、番号しか振られてなくて。そう、その時は、その時はできるんだけど、できたんだけど、まあもうそれも10年以上前のことだから、もうもうです。みんなも覚えてないでしょ、そんなこと。そんな不散ばっかり責めないでよ、みんなだって、みんな、みんなちょっと、ちょっとみんないい、ずるいわよみんなそんなに、そんな私がそうやって言ってるからって、みんなそんな言わないでよ、みんなも言えないでしょ、そんな、みんな分からないでしょ、みんな。じゃあみんなはできるんですか、47都道府県全部もう完璧に。今からふさんがこの白い紙だけを渡したら皆さん47都道府県位置も漢字も全部完璧にできるんですか。みんなできないよ、だって絶対にできないです、絶対に。ふさんばっかり責めないでください。みんな絶対できないからいや絶対できないからね、ずるいずるい。みんなふさんだけがこうやって人前に出てるからってバカにしないでよバカにしないでよ、みんな100点取れるの、みんなできないよ、そんな。あ、黒猫のアバターの方、ハードギフトありがとうございます。じゃあ遠く帰り、あ、じゃあ遠く帰りに行って、回るたびにね、ちょっと北海道の方から沖縄まで勉強といえば私ドラゴン桜見始めたんだ。ドラゴン桜1話見たよ。でもちょっと昔とストーリーが結構近かった。どうなるんだろう、まだ全然お勉強してないわ、彼女たちまだかな。そう、47枚撮って、あの1回に1件ずつ言いに来てじゃんはい、北海道、はい、ありがとう、バイバイ。はい、青森、はい、ありがとう、バイバイ。宮城、ありがとう、バイバイってゆっちのバターの方、ハートギフトありがとうございます。そう、1話目オンタイムで見ることができなくて、あれで見たんですよ、録画してあったので見たんですけどね、まだお勉強してないです。そう、ちょっとなんか怖いお兄さんたちが来てね、なんかいじめられてた先生が、47人で1人1つ、それでもいいでしょ、みんな47人お友達誘って47連番で1人1問ずつ、47連番でみんなで友達で。そう、でも本当にドラゴン桜見てて思ったのが、なんかこの今回まださ、なんだろう、悪役のさ、なんか悪役ではないけどちょっと不良役の人がいたじゃないですか、あの丸坊主にされた2人の人、本当になんか演技上手だなって思いました。なんかこう、なんだろうね、演技ってさ、いい人の演技をするよりもさ、きっとこう悪いとかさ、人に嫌われる演技をする方がさ、なんか難しい気がするけど、本当に悪い人なんだなっていうように見えて、だから本当に演技って上手だなって、なんかそっちを思っちゃった私。すごいなんかすごい悪そうななんか風に見えるから、すごいなと思った。
あとはね、てちさんが出てる、てちちゃん、平手ゆりなさんが出てる、かわいい。そうそうそう、そうなんです。すごい、本当に東大受かりますかね。でもまだね、先生がね、まだ本気出してないんですよ。まだまだ本気出してなくて、教えてなくて、まだまだこれからですね。あ、コントが始まるもん。本当面白いでしょ、コントが始まる。そう、面白いです。さあ、もう東大行きたいな。無理だと思うけど、東大行ってどうやったら行けるんだろうね。東大って何の勉強するんだろう。東大ってさ、入ってからも難しいのかな、勉強どんな感じなんだろう。東大って入るのが難しいのかな、入ってからも普段の勉強も難しいのかな。お花のギフト、お花のアバターの方、ハートギフトありがとうございますね。どうなんだろうね。でも日本で一番頭のいい学校じゃないですか。なんかいいよね、入れる人は。でも入ってもさ、日々の勉強もさ、テストとか期末テスト忙しいんですかね。私入れたとしてもさ、期末テストで落第して、もうずっと留年になっちゃいそう。でもすごいよね、人生で一回は経験してみたいですよね。こう東京大学でもなんかすごい楽しそうだよね、大学。すごいよね、どうやったら入れるんだろうね。ね、なんか何でもさ、知っておきたいじゃないですか。なんか一番を経験しとくなんていいですよね。本当に東京大学に入れる人とかって本当にすごいと思いますね。なんかやっぱりすごいところにはすごい人がいっぱい集まってくるじゃないですか。だからこんなにすごい人がいるんだって思いそうですね。そうそう、なんか本当に今まで何をやってきたのっていう人がいっぱいいそうじゃないですか。すごい経験してる人もいるし、天才みたいな人もいるだろうし、そういう人に会ったりとかしてみたいですね。でも今まで自分と関わることのなかったような人たちが多分きっといっぱいいると思うから、そういう人に会ってみるのが楽しそう。ね、すごいですね。同級生いっぱい東大に行った、すごいね。でもさ、どうなんだろう、どうなんだろうね。大学ってね、え、早稲田大学とか、憧れる。慶応大学とか早稲田大学とか、なんかお名前かっこいいですよね、そういうね、かっこいい。あ、私のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。お花のアバターの方もハートギフトありがとうございます。フサンは女医さんっぽい。フサン無理無理無理、あれです、なんか無理、手術とか NG だもん。手術 NG できないから無理だな。
まだ看護師とかの方がいいかも。ああでもな、なんか夜勤とかあるじゃないですか。私夜ちゃんと寝たいから慣れないと思う。そうそう、でもどうだろうね。ね、もしお医者さんになるんだったら小児科がいいな。うん、子供と関わりたいかな。夜勤10年してもいい。すごい、夜勤ってでも大変ですよね。うん、小児科のね、なんか先生になりたいな。なるならね、病院の先生の中でどれか一個なれるんだったら小児科がいいな。ちっちゃい子がいいなとは思います。でもなれないけど、頭がないので。自分だって頭があったらさ、やりたいこといっぱいあるけど、ね、サルありがとうございます。犬のアバターの方。教育学科は大変だけど楽しそうだよね。私も教育なのでそれは分かります。小学校の先生、そう、なんか小学校の先生いいよね。小学校の先生もすごいいいなって思うけど、私ね、子供と関わるのは好きだけど、なんか大人の人と関わるのはちょっとなんか大変そうですよね。ちょっとなんか家庭訪問とかちょっと大変そうってなって、もう子供とだけ、学校で子供とだけ関わってればいいならいいけど、そうな、家庭訪問とかそういうのがちょっと大変そうだなって思うから、ちょっとキビキビね、それがちょっと大変そう。そう、でもね、小学校の先生にもね、なんかすごい興味あるなっていうか惹かれるなと思うんだけどね。あー、ちょっとね、体育が無理よね体育がなければいいんだけど、他の教科もまあ小学校、いやーでも難しい、厳しいね。いや本当にすごいと思う。あ、本当にね、すごい。でも本当は中学高校の先生がいるから、本当に、まあそれもね素敵だと思うけど、私はやっぱり小学校いいなって思っちゃうけどね。中高もいいよね。なんかこう年齢が大人だから、そう、でも結構中学校の先生が大変そうだなって思いますね。そう、まあでも簡単な仕事なんて全部ないけど、結構高校とかはさ、もう結構大人に近づいてるじゃないですか。だけど中学校で結構思春期だから、すごいね、中学校 1,2 年生とかって結構大変な時期だから、すごいなって思いますね。先生とか一番難しい時期じゃないですか。逆らいたくなる年というか、だからそういう逆らいたくなるような年の子に対して、そう、ちょっと難しそうよね。でも給食食べれるしな給食食べれるしいいよね。でもやっぱりなんか小学校、なりたいけど、やっぱ体育がね、やっぱ先生なんだろうね、泳いで見せなかったりしないといけないから、プールの先生で泳いだりとか飛び箱飛べたりとかね。もう飛び箱飛べないし泳げないし、もう無理なの。だから
でも国語とかを教えるのとかやると、そう体育と算数はできないと思う。あと理科、そう理科実験道具壊しちゃうからできない。もうその3個ができない。先生で見てる方がそうかな。でも私がね、私が学生の時はすごい先生泳いで見せてくれたよ。そうずっと生徒と一緒にプールの中に使って教えてくれてたからすごいなと思って。でも国語とかは教えるのすごい得意だと思う。そう、そしたらやっぱり国語とか教える、国語だけ教えるのが得意だなって思うから、それだったらさ、なんか教科の先生になりなよって思うかもしれないんですけどね。そう教科の先生は高校とか中学でしかできないから、担任を持ってやるのはやっぱり小学校とか全部教えられないといけないから、小学校の先生は。そう大変そうよね。なれたらなりたいけどねと思ったこともあるけどね。なんか全部やりたい、アイドルもやりたいし先生もやりたいし、でも先生はやっぱりね現実的に考えてね厳しい厳しい。そうやっぱアイドルになれてよかったなって心から思いますね。本当にねそう感じること非常に多いです。そうですね。非常に思いますね。非常に非常に。でも私基本的にやっぱり子供に対して怒るっていうことができないんですよね。まあなんか子供の悲しむ顔を見たくなくて、できるだけずっと笑っておいてほしくて、そう怒れないからダメなんですよ。でも怒らないことが正しいわけではないから、でも怒れないんですよね人に対して。そう怒れないんですよちっちゃい子とかに対してね。そうなの、何でも やってあげたくなっちゃって何でもいいよって言っちゃいたくなるんですよね。だから向いてないと思う結果的に。だから慣れてよかったと思います。そうなんですよね。泳いでる先生見たことない。泳いでる先生見たことないの？私の時はすごい先生みんな泳いで教えてくれたよ。そうだね。なんか人が怒ってるのとかも見たことなくて、あ、見たくなくてあんまり。そうなんですよね。おいっ子にも怒れないね。だからもう怒れないんですよね。怒れないのよ、無理なのよ。はい、あんまりね。褒めるの、褒めるのすごい得意ですね。そうそう、なんか自分が怒られてる分、そうなんですよね。だからさ、将来さ、どうなんだろうね。自分の子供とかができた時に怒れる、自分の子供だったら怒れるかもしれない、人の子だから怒れないのかもしれない、もしかしたら。そう自分の子供だったら怒れるかも、でも人の子ってなるとね怒れないと思う。わかんないけど、そういう経験がもちろんないからわかんないけど。そう、なんかね、妹には怒るね。なんか妹と3歳しか年が離れてなくて、
なんかもうちょっと年が離れてたらお姉ちゃんらしくできたのかなって思うんだけど、なんか年が近すぎて妹扱いしたことないんですよね、妹を。でこれは結構年子の人とかだと、とかそう3歳2歳差とか3歳差とかすごいちっちゃいことだとそうなっちゃうこともあると思う。でも今はもう大人になったので怒ることとか、なんかそう喧嘩になること非常にないですけど、もうさすがにね、ちっちゃい頃はなんだろうね、妹が物貸してくれなかったりとかそうした時に怒りますね。そう意外とだって全然離れてないあんまりね。だから結構同級生というか同等に過ごしてきた感あります。あんま妹だなとか思って妹を優先させてあげたりとかそういう経験本当になくて、スケイに入ってあのももたんと同じあの9期生として入った時に、本当に入ってきた時6年生だったからすっごい可愛くて妹みたいに何でもしてあげたくなっちゃって、あこれがお姉ちゃんと妹みたいな感じなのかなって思った。私こんなに年離れてたら本当に何でもしたくなあげたくなっちゃう気持ちが芽生えて、そう自分よりもそう思っちゃうんですよね。そうだから年が離れた妹があったらこんな感じで私もちゃんとお姉ちゃんになれてたのかなって思うんですけど、実のちゃんとした本当の妹とは3歳しか離れてなくて、そうなんかあんまりお姉ちゃんって感じたこともないし、うん、妹も私妹ですって思ったようななんか経験ないと思う。本当に同等に接してきましたね、うん、そうそうそう。でもちっちゃい時は本当に些細なことで喧嘩になりますよね。なんか本当にゲームとかでも喧嘩してたな。マリオ、スーパーマリオブラザーズを妹と一緒にやってて、順番順番で Wii っていう、今はスイッチかもしれないけど Wii っていうゲームがあって、それでもなんか DS は一人一台買い与えられてたんだけど Wii は家族で一台で、そうなんかテレビにつないでやるやつなんだけど、それでなんか順番子にしかできなくて、妹が死ぬほどマリオ下手くそでめっちゃ横で見ててイライラして喧嘩になったりとかしたりしてました。そんな本当にめちゃくちゃ些細なことですね。私が逆にすごくうまいけど、でも交代交代にしないといけなくて、あんまり死にすぎちゃうとハートがなくなるんですよね。そうだからすごい下手くそで見ててすごいイライラしてそれで喧嘩になったことはありますけど、そういうぐらいの本当に細かい喧嘩ですね。あとそうみんなでもそういうことだと思いますけど、それ本当にね、なんでそんな下手なのって思った。さあ一番ミニミニのマリオでも、あの何水色のキノコ食べたら小指ぐらいのちっちゃさのマリオになるんですけど、水色のキノコ食べたらね、それでもクッパ城に行ってピーチ姫を救えるぐらいうまかったんですよ。みんな結構さめっちゃオレンジの特大キノコみたいなの持ってクッパと同等ぐらいの大きさになってから踏んづけたりしてピーチ姫倒すんだけど、私本当にもう一番最初の青いミニミニのマリオでピーチ姫を助けに行けるぐらい上手だったので
あ、明日朝早いの失礼します。明日追加しておきます。ありがとう、またね。うん、そう、だからね、すごいなんか、うん、上手なんですよね。マリオカートとかも結構得意なんですよね。ゲームは意外と得意ですね。うん、ゲームは意外と得意かな。スイッチのさ、より新しいゲーム機って出ますかね。どうなんだろう。今それすごい探ってて、この前店舗に行ったらなんかずっとね、ニンテンドースイッチは、なんだろうな、生産が追いついてなくて、ずっと品切れとかで、買いに行こうとしてもこう在庫がなかったりとか、ネットでの抽選でしか買えなかったりしたんだけど、やっと最初最近なんか売り始められてて、なんかこの前店舗に行ったらお店にニンテンドースイッチ売ってて、本当に買おうか迷ったんだけど、でも出てちょっと時間経つから、そろそろ新しいの出るんじゃないかなって思って、また買えなくて。どう思いますか、みんな。ニンテンドースイッチの次なるゲーム出るかな、どうなんだろう、もう出ないのかな。それが結構さ気になってて、もう割と自粛期間中ずっと流行ってたし、うん、だからどうなんだろう、どうなんだろうっていう気持ちになっていて、そう、すごいね、なんかこうどうしようかなって。マイナーチェンジとどまるかな。マイナーチェンジだとしても、そのマイナーチェンジされた方を買いたいよね、せっかくなら。そう、せっかくならマイナーチェンジでもいいけど、マイナーチェンジされた方の新しいやつ買いたいなと思って。でもなんかそろそろなんか出そうな気がするんですよね。そう、ああいうのってちょっと落ち着いたぐらいにまた新しいのが出て再熱するから、すごいそれ、そのタイミングがいつなんだろうなっていうのがずっと気になってて、そう、すごい迷ったんだけど、結構買おうかちょっと一旦やめておいた。うん、そうそう、でもどっちみち今はちょっと公演あったりとか忙しくさせてもらってるので、なんかね、ゆっくりゲームをするっていうよりかはないから、ちょっと、ま、待ってますね、待ってる新しいゲーム機がね出たら。でもたまごっちも本当に欲しくて、あ、もう欲しいものだらけよ。でもちょっとね、何かとそういう機械系は、あの、新しいのが出たりするタイミングもあったりするから、そう、ちょっと、うん、待ちですね。そうそうそう、でもそろそろ新しいの出る気がしますけれどもね。スイッチさんはそろそろな気がするけど、わからぬ、神様にしかわからぬ。年内に新しいの出るよ。え、そうなんだ。じゃあクリスマスプレゼントかな、それは自分への。年内って幅広いですよね。なんだっけな、年内って幅広いですよね、日本語として。だって明日でも年内じゃないですか。明日でも、明日のことを言うのでも別に年内って言ったら明日も入るから、明日のことを言い表すのにも別に年内で使ってもいいし、12月31日を表すのにも年内だったら年内で使っていいし、言葉って幅広いですよね。
ね。なんかね、年内っていう言葉、そう、なんか幅広すぎてずるいずるいですね。楽しみですよね。鬼滅の映画も楽しみだし、なんだっけ、第2弾だっけ、 DVD だっけ、それも楽しみ。ワクワクが止まらない。うん、楽しみ、本当にいろいろ楽しみ。まあ噂の段階ではどうとも言えるけど、からわかんないけど、楽しみ楽しみ楽しみかける100。その手のネタで都内にいると言って小笠原諸島に届く都内、確かに。ね、でもね、別に明日も年内だからね。そう、ワニの映画もいっぱいやるの、もうほんと嬉しい。ワニの映画も宣伝大使にしてほしい、ほんとに。もうほんとにほんとにしてほしいぐらい、本当に誰よりも愛してると思うけど、本当に自分でも思うよ。何もない日でも場に入ってる、当たり前のように。もうそう、もうなんか映画公開前宣伝させてほしいですね。ほんとなんか全国を宣伝しに、宣伝大使にしてほしい何の関係もないけど、久しぶりに見た、みんなは久しぶりかもしれないけど、私は毎日履いてますからね毎日欠かさず履いてるわ。ほんとに困っちまうわよ。まあね、まあね、まあね、まあね。なんかお腹空いてきた、やだ、お腹空いた。こんばんは、こんばんは、非常にこんばんは、みんな。馬に乗ったアバターの方、クラッカーありがとうございます。誕生日去年の5月に買ったスイッチライト、まだ眠ってる、もったいない。あー、ワニ、ワニじゃないや、サルサルありがとうございます。家に何もないので食べたいと思っても食べれません。なんか家に物があると食べちゃうので、家に何も基本的にっていうか、本当に基本的にそうですね、何も置かないようにしてるので、今冷蔵庫にあるのはお茶とヨーグルトだけですね。明日の朝ごはんのヨーグルトとお茶しか入ってないです。食べ物を一切置いてないので家に。そうそう、まあ普通に調味料とかは入ってますけどね。なんかこう
何あのケチャップとかそういうのは入ってるけど、それ以外は本当に何もないですね。何も入ってない。ヨーグルトも明日食べる分だけ、一つだけヨーグルトだけ、ヨーグルトとお茶しか入ってないですね。フルーチあるけど牛乳がない。水で作れないんですかね。でもフルーチ中身だけ食べても絶対美味しいから、中身だけ食べたらいいと思う濃いかな、濃いそうですよね。そう、買いだめしない、食べちゃうから。あるとなんかこう、これも前々から言ってるんですけど、家に物がごちゃごちゃあるのがすごいストレスなんですよ、自分の中でね。私結構多い時では1ヶ月に1回ぐらい断捨離するぐらい、本当によくね、メンバーとかもたまにお家に来たりするんだけど、家綺麗だねって褒められるんですよ。本当に家綺麗なんですよそう、なんか本当に物が目の前にあるとか嫌いで、そうそうそう、なるべく、しかも目につくところに物があったとしても、目につくところに物があるのが嫌いで、そう、結構棚の中とかに入れちゃいたいし、そう、でもなんか棚の中にあるなって考えてもすごいなんか嫌だなっていう気持ちになるので、普通にそう1ヶ月に1回ぐらいとか、多い時では2週間に1回とか、なんかいらないものないかなって扉とか開いてどんどん捨てるようにしてます。捨てたりとか人にあげたりとか、本当にこれは今使わないなんていうものとか全部。私のアバターの方、ハードギフトありがとうございます。そうだから、なんか食べ物とかもなんか食べないのにこう棚とかに置いておくのが好きじゃないんですよね。棚とかに置いてたらなんかこう綺麗にしたくて食べちゃうんですよそう、昔は結構買いだめというか、何日分の食料とか、まあ、食べ物を棚とか冷蔵庫に入れてたんだけど、なんか食べたいっていうよりその片付いてないのがすごく嫌いで、棚の上になんか菓子パンが置いてあったりとか、冷蔵庫の中がパンパンだったりとか、すっきりしてない光景が嫌いだから、そうだからなんか食べたいっていうよりも綺麗にしなきゃっていう思いで、そう買ったものすぐに食べ、なるべく最短で食べようとしちゃうんですよね。だからもうそれすごい良くないじゃないですか。そうだからね、もう買わない、その日に食べるものしか買わないようにしています。そうなんです。グッズとかはちゃんと収納ケースに収めてますけど、でもそういう以外はもう全然捨てちゃいますね。そうそうそう、本当にね、なんか綺麗にはしたいけど、何かないと地震とか起きたらしい。そうだから多分、ふさんそういうの来たら多分餓死しちゃいますね。まあでも毎日家から出るっていうことはしてるので、そう出ない時ないので、ほぼお仕事とかあったりするしね。まあみんなそうか、みんなお仕事だから家からは出るじゃないですか。うん、そうそうそう、あそうだからお仕事の帰りに買って帰るとかですね。本当にダメよ、食べるから。私のアバターの方、レインボースターありがとうございます。あとなんかお腹空いてもね、なんかピークを超えるとね、そうお腹空かなくなるんですよね。
めっちゃお腹空いたなって思う時もあるけど、なんかこうピークでお腹空きすぎモードになってもなるじゃないですか、みんなお腹空いたの。でもそこの波さえ我慢したら耐えられるんですよね。そう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 、そこが過ぎたら、そうお昼ご飯とかこうなんか食べ損ねたりとかしてめっちゃお腹空いたのにもうめっちゃ過ぎちゃったって思ったら、なんか過ぎ去ったらもう、私のアバターの方レインボースターありがとうございます。過ぎ去ればもう大丈夫、大丈夫だよ。テレテレテレテ、キッチンにジュース類が7ケースあります。いいな。生きることも諦めすぎてる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 てアイスも常備してない、アイスも常備していません。ピークピーク成功最高潮ワクワクしなやさん、今日までのこと、これからのこと、いろいろあるけれど、そうですね、最近なんかでもアイスおすすめありますか？最近のアイス何が新しいアイスなんかあったら教えてください。皆さんおすすめのアイスを募集しています。今日の広島、今日は広島もう大勝でした。でも今日はチュリーさんのラムネの飲み方声を見ていて、その時間に野球がかぶれたのでまだ見れてないので明日見ます。で今日はやばいぐらい点数が入っていました。10点ぐらい入ってた気がする。そう、最近のアイス、でも今日食べちゃった、今日のアイス200円ぐらいした、190何円だったな、なんか食べる牧場アイスみたいなやつのなんかこうカップじゃないやつが出てて、それを食べました。すごい生クリームみたいな、なんだろうな、牛乳感がすごくありましたね。めっちゃ高級だなって思いました。200円ぐらい、最近結構アイス食べてますね。あ、白い恋人アイスもね食べましたし、ヨーグルトは全然無菌が増える、あ、ヨーグルトアイスみたいなのも最近食べた。最近結構アイスを食べてます、暑いので。最近は糖分控えて偉いですね。あとは何食べたかな、あとはミスターチーズケーキのカップのやつも食べましたね。あれはめちゃくちゃ高いです、300円近くするけど、それもこの間買って食べて、ブリュレ、あ、ブリュレもね、なんかこの前食べました。上になんかアイス、あの飴みたいなのが乗ってあるやつも食べた。最近アイス1日1個ぐらい食べてる気がする、やばい。チョコレートのアイスも食べた。あと何食べたかな。
コモナカジャン、あ、チョコモナカ、バニラモナカジャンボが好きで、ホワイト、なんか私ホワイトチョコがすごい好きで、ホワイトチョコ版なんですけど、それをね食べて、ミルクセーキアイス気になるな。でもミルクセーキというものを元から飲んだことがないからね、わからない味が、だから冒険できなくてまだ買えてないんですよ。ここがピッピしてる。もうなんか何がいいかな、何がおすすめのものがあったら、すごいカレーが食べたい。もう本当に毎日カレー食べたいって言ってる最近。カレー病だ、カレー病。カレー病にかかったな。カレーライス好きなんですよね。だから毎日カレーライス食べたいと思っちゃう。そう。本当に毎日カレー食べたいと思うの、本当に思うの。そう、本当に本当に思うの。カレー病よ本当に。なんかね、この前はね、夜にカレーライス食べてね、もうお腹いっぱいって思ったんだけど、お家に帰ったらまたカレーライス食べたくなっちゃった。そう、本当にカレー大好きだから、もうやだー、やだ、なんか本当にやだ、食欲があるのやだ。そう、お昼ご飯とかにカレー食べても夜ご飯にまたカレー食べたくなるし、夜ご飯にあのカレーライスを食べても、次の日の朝にまた、今日カレーライス食べたいって思うんですよね。なんでこんなに食べたくなるのか分かんない。それにかまけてね、今週も2回ぐらいねカレーライス食べたんですよね。食べ過ぎですよね。そう、なんか本当にカレーライス大好き。なんでなんだろうね。週3回食べたかな、ちゃんとしたお店で食べた。いや2回かな。そう、2回食べちゃった今週カレーライス。どうしたことか。ね、でもね、また食べたいんですよカレーライス。どんなのがお好きな、どんなのって、普通のカレーライスが好き、なんか普通のカレーライス普通のカレーライスが好きですね。カレー食べたい、本当にカレー食べたい。悲しい、悲しいって思うぐらい食べたい。どうしたらいいですか。見て、最近ね買ったんですよ。可愛くない、白私ね白大好きなの最近。本当に可愛いでしょ。そう、最近白ブームが来ててね、買っちゃった。めっちゃ可愛くない白最近はね、これをつけてテンション上げてるんだ。ここら辺にこうやってやるとね、なんか前髪がねちょっとペチャっとなるんですよ。そう、どれ、ごめんなさい、あくびを沸かして。
BS だと白がメインのミニ番組が、え嘘、何曜日にやってんのか詳しく教えてください。え今ちょっと予約しようかな。え BS 見れるもん。え BS の何何何、白の番組があるの、え気になる。本当にいついつ毎週何曜日にやってるの。今テレビがあるからちょっと予約したい。誰か調べてコメントしてください。頼む、白見たいぞ。私でも見たことないけど、気になる。まあいいや、終わったら教えてください。白かわいいよね、犬。犬、なんか今日さ、なんか本当にさ、最近さ髪が乾かなさすぎるの。本当に昨日もなんかその話したと思うんだけど、だからね、あの髪をちゃんとタオルですごい乾かしてなんか洗うようにね、あ違う、タオルでちゃんと乾かしてからあのドライヤーかけようと思ってちゃんと乾かしたんだけど、それでもやっぱ髪が長すぎて本当にね乾かないんですよ。本当に本当に乾かなくてね、本当に30分40分50分かかるですよ。本当にもうやだ、髪切りたくて、どうしたらいい。でも今の長さがいいけど、でも髪乾かすのが嫌だ。誰か乾かしてください。本当にね無駄だと思う。私のねこの睡眠不足の 80% ぐらいの原因は髪が乾かないことなんですよね。そう、本当に長くてみんなにもね長いねって言われるぐらい本当に長いんですよ。本当に乾かなくて、本当にだから髪が乾かないイコール髪を濡らしたくない、髪を濡らしたくないイコールお風呂に入りたくないにつながって、本当に毎日お風呂に入るのが最悪最低な気持ちなんですよ。本当にもう本当に最悪な気持ちになりながらお風呂に入ってる、ああ入りたくないって思いながら。坊主にしたい。本当に坊主ってさいいよね。だってあの普通にボディーソープをこうやって泡立ててさ、頭からこうやってシャカシャカシャカってやったらもう終わりでしょ。めっちゃいい。本当になんか本当に髪が乾かないんです、長いから。でもなんか中坂がさヘアドネーションみたいな髪の寄付とかしてたじゃないですか。もうちょっと伸ばしたらそういうのもできそうだなと思って、せっかく伸ばすんだったらもうちょっと長く伸ばしてからなんか寄付とかできるんだったらそういうのするぐらいまで伸ばそうかなって思う。今だとちょっとヘアドネーションをするには短いかなっていう感じなんですよね。そうだからもうちょっとですね、もうちょっと腰ぐらいまで伸びたらそういうのもいいなって思っちゃったりするけど、でもね、でもいつかショートにもしてみたいんですよね。今じゃないけど、そう僕は手のひらでこすんだら乾いてます。そうそうそう、一番私があの生きてきた人生の中で短かった時はあの
バレーボール部だった中学校3年生ぐらいの時、2年の終わりとか3年の初めぐらいの時、ショートよりも短いベリーショートだったので、そうベリーショートだったので、なんか耳も全部見えるぐらいなボーイッシュな感じだったんです。でもそれは非常に合わなかったね。でもその時は本当にバレエ女子ってやったら髪短い、そう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 、そうなの、短い、それを想像してくださったら嬉しいんですけど、あのよくバレーボール部、バレーの試合、女子バレーの試合とかがあると女の子がみんなやってる髪型ですね、まさにそれでした。その時はね、あの髪、その時は、ね、髪乾かすのにね5分ぐらいだった、絶対5分とか10分とかだった。うーん、だけど今はちょっと本当に長くて、だから時間がもったいないなって思いますね。なんかいつかこう、なんかなんだろうな、いつかさ、こうなんか3秒ぐらいでボーンって乾くさ、強力な温風が出るドライヤーとか出ればいいのにね。なんだろうね、こうこの形状が悪いと思うんですね、こうブイーンって乾かすやつが悪いと思う。それじゃなくて、なんか今劇場にさ送風機が置いてあるじゃないですか。公演 DMM 見てくださる方とか劇場に来てくださる方は分かると思うんですけど、こういうなんか四角いこう筒みたいなのがあって、そこからブワーってあれ空気が出てるんですけど、それのドライヤー版、もうこんぐらいの筒みたいなのからブワーって温風がめっちゃ熱いのが出てきて、もうこうやってシャカシャカシャカってやったら本当に秒で乾きそうだなって思うんですよね。そう、送風機のあのドライヤー版が出たらいいなって思うんだけど、ドライヤーはこうなんかウィーンってやるこまごましたやつだから乾かないと思う。そうそうそう、なんか形自体がちっちゃいからもうダメなんですよ。もうちょっと高くしたいな、これ1。自動車じゃないや、美容院にかぶるドライヤー、あれはねドライヤーじゃなくてあれだと思う、あれでしょ、パーマとか当てるときにかぶるやつでしょ、知らんけど。てか今日さ寒くないですか皆さん、今日とか昨日とか寒くないですか。私はね昨日とか今日とか寒いなと思ってコートをまた引っ張り出してきたんですけど、みんなはどうですか。そう、なんか昨日寒くて上着着て、昨日ね半袖で寝たんですよ、半袖半ズボン、もう夏用のパジャマ出してきて半袖半ズボン寝たんですけど、もう寒くて起きちゃって、そう結局上着を着て寝るっていう意味がわからないことをしちゃった。そう、なんかでもお日様は照ってるのに寒くて、だからちょっとまた今日も長袖なんですよ。最近ね半袖着てたんですけどね、レッスン着もね長袖にな、あの逆戻りしました。もう最近半袖ばっかだったんだけど長袖に逆戻りして、なんか気候が難しくて寒暖差で本当になんか体がやられちゃいそうな気持ちでもう悲しいです。うん、すごい悲しい悲しい。
なんだろうね、季節の変わり目って難しいよね。みんなも風邪をひかないように気をつけてください。私はちょっと本当に昨日風邪ひくかと思った、寒くて。自分の体調管理の下手さのせいだけど、でもふさんのせいじゃないよ。ふさんのせいじゃないよとか、うん、寒かったり暑かったりするのは別にふさんのせいじゃないから、地球のせいだから。そう、地球が悪いからみんなも気をつけましょうね、本当に。私は寒いかなと思って長袖を着ていますし、暑いなと思ったから半袖を着たのに、暑いなって思った時に寒くなって、寒いなって思った時に暑くするのは地球なので、まあでもそういう風にさしてしまった、地球をそういう風にさしてしまったのは人間が地球温暖化にしたせいだから、結局は釜山が悪いのかもしれない。釜山をはじめとする人間ファンの皆さんも悪いし、地球の皆さんが悪いと思う。だからみんなで地球に謝ろうね。私が代表して言っとくから。そうそうそう、だからみんなね、ちょっと寒いなと思ってもね、ちょっとぐらいはエアコンつけるの我慢したりとかね、水を出しっぱなしにしないとかね、電気をつけっぱなしにしないとかすることによってね、きっと地球の四季がね戻ってくると思うんですよね。そう、みんななんか最近地球の人さ、なんか四季がないよねとか言うけどさ、それはさ自分たちのせいだから。本当に電気をこまめに消したりとかね、水を出しっぱにしないようにね、しないとね、いつまでも四季が来ないよ。だからね、かわいそう。そう、だからみんな地球に謝ってください。うん、みんな地球に謝ってください。地球にごめんねって言って。そう、ふさんが代表して謝っとくから。そしたらだからみんな犬のアバターの方、クラッカーギフトありがとうございます。でもみんな本当に体調には気をつけてね、みんな本当に気をつけてね。本当に寒かったり暑かったりするから、しかも明日はねまた気温が下がるらしいです。また最近すごい夏ぐらいあったかかったんだけど、また明日は逆に寒さが戻ってきたりとか、天気がねこう悪くなるらしいんですよね。だから気をつけましょう。みんな風邪をひいたらね元も子もないので、風邪をひいたら公園も見れなくなるし、ご飯も食べられなくなるし、楽しい話もできなくなるので、それはちょっと悲しいことじゃないですか。だからやっぱり、
また服装に困る。そうなのよ。そうだから気をつけましょうみんな。そうなんだかんだ言ってもやっぱり体調が一番大事だと思う。私は結構ね、体調が悪いとね、ナイーブな気持ちになりやすいんですよね。結構でも気圧に影響されやすかったりとか、天気の子なのかもしれない。なんかすごいね、昔から天気に左右されやすいんですよね。なんか天気悪いと本当にテンションが比例して下がるんですよね。まあでもみんなもそうですよね。で天気が悪くて嫌だと思った嬉しい人いないよね。うん、でも嫌なことが中止になるのは嬉しいけど、雨で。そう、雨が降って山登りが中止になったのは嬉しかった。山登るの好きじゃないから。そう、なんかお日様が出てる時はすごい嬉しい気持ちになるんだけど、なんか雨とか曇ったりしてると前日からすごい嫌な気持ちになって、すごい悲しい気持ちになるんですよね。結構でも天気に左右されてきたから、初めての K2 のアンダーに出る予定だった時も台風でね、公演が中止になっちゃって初アンダーを延期させられたんですよ、天気によって。そういうのとかもあるから、やっぱり天気は悪いのは良くないですね。天気はいいのが一番です。そう、でもね、富士山には登りたいんですよね、一回でいいから。でもね、私 SKE に入ってからね、体調悪いこと本当にないかもしれないですね。なんか劇場休演したことないし、はい、ですよね。私さ、劇場公演さ休演したことないですね、一度も。体調が悪くて休演とか、あ、でも足の怪我はある、怪我はあるけど、怪我で公演出れなかった時期はあったけど、でも体調を崩してはないですね。ちっちゃい風邪もひいてない。そうそう、休んだことないもん。だからショールームが始まってから毎日アイドルしてるけど、体調悪くてできませんって言った日一日もないし、そうそうそう、だから毎日ショールームも続けられてる。インフルエンザもかかってないし、すごい高い熱が出たこともないですね。なんかなんでだろう、うん、握手会も休んだことない。インフルエンザにもかかってないですしね。いやでもね、 SK に入る前はね、必ず季節の変わり目は風邪ひいてたし、必ず、12月にはインフルエンザになってたんですよね。絶対にね、あの予防注射打っても絶対に毎年インフルエンザになってたんだけど、SK に入ってからはインフルエンザもかかってないし、そう、学生時代とかね、絶対にね、年に何回かをね、高熱とか出してたんですよね、風邪で。そう、風邪とかインフルエンザとかね、なってたけど、 SK に入ってからは本当に一回もないですね。だからなんか結構、なんか一人暮らしして風邪ひいたら誰も看病してくれないし辛いよって言うけど、一人暮らし始めてから一回も風邪ひいたこととか体調崩したことがないから、その辛さはまだ経験してないですね。いいことなんですけど。馬のアバターの方、ハートギフトありがとうございますね。なんでだろう、毎日こうアドレナリンが出てるかもしれないですけどね。アドレナリンが結構12月とか、ね、必ず体調崩してたんだけど、冬とかね、
名古屋があったかいっていうのがあるのかな、関係あるのかな。広島結構寒いから、そういう寒さで冷えて風邪ひいたってたっていうのもあるのかな。ありそう。ちょっと名古屋はそんな雪しんしん降ったりとかしないし、そんなに寒いなんて思うところがないから、うーんかな、わかんないけど。ほんとね、私の部屋とかね、冬ね、外なんじゃないかって思うぐらい寒かったりするから。でも広島と比べたら名古屋は暖かいと思いますよ。でも早く夏になってほしいですね。夏になってしたいことは、ちょっとそうめんを食べたくて、今もでもコンビニにさ、冷やし中華とかそうめんとか売り始めたけど、やっぱりなんか夏に食べたいから、あんま今は食べてなくて、そうめんは夏に食べたいですね。そう、夏早く来てほしいですね。本当に早く来ないかなって考えてる。流しそうめんしたいね。あとね、去年行けなかったけど今年やるのかな、夏祭りとかもしたいしね。夏はでもちょっと暑いけどね、マスクが暑いけど、でもね、そろそろ夏になるよね。でもね、なんか何、手持ちファンっていうの、こういうさ、ウィーンってやるさ、こう持ってこうファンがついててウィーンっていうやつあるじゃないですか。あれね、こうおすすめだから、みんな買った方がいいと思います。私もね、去年初めてそれを買ったんですよ。こうウィーンってやって歩きながら、こう何、ちっちゃい扇風機みたいなやつ、あれ買ったんですよ去年。すごく良かった。全然ね違います。顔にね、顔のところにずっと当てながら歩くだけでね、全然汗が出ないのでね。そう、今年はね、私あれのもうちょっと特大版買おうと思って、去年ちょっとちっちゃい版買ったんですよ。持ち運びやすいような、なんかほんとカバンに入りやすいようなちっちゃいの買ったんですけど、今年は多分絶対もっと暑くなるから、ちゃんと大きいの買おうと思って。そう、みんなもねおすすめだからね、買ってください。いいと思う、すごく。そう、ファンの人もね、そう、首にね、ここにこうやってかけてここにつくパターンとかもあるんだけどね、髪の毛が絡まるってわかんない。私は大丈夫だったけどね。僕は扇風機持ちいいじゃないですか。そう、顔とか首筋とか、そうそうそう、そういうのが結構あるから、多分今年の夏も暑くなる予感がするから、気をつけようね。私だら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 喋ってるけど、何分までやろうかな。まあでもみんなのこともあるので、まあ5分か10分ぐらいにしようかな。外にもクーラー、そうですね、でも夏は暑いからいいっていうのもあるし、ね、なんか夏結構好き。暑いけど、まあでも秋来てほしいな。もう夏どうでもいいから早く秋が来てほしいですね。秋がね、早く来てほしい。秋大好きだから。でも、もう早くなってほしい、秋に。早くね、焼き芋食べたいから。秋のね、あの、エモーショナルな気持ちになるのが好きだから、早く秋になってほしいです。
そうなんですよね。あとやっぱ今本当なんか広島に帰りたすぎてすごいですね。そうなんかもう実家に本当に1年以上帰れてなくて、コロナもあってなんかもう悲しいですね。まあ、家族にも会いたいとか言うの、家族友達とか周りの人とかに会いたいっていうのもあるけど、なんかシンプルにただ単純に広島に帰りたいっていうのもありますね。久しぶりに帰りたい、故郷に帰ってないのにちょっと寂しいですね。そうなの、うん、周りの人にも会いたいっていうのもあるし、やっぱ景色とかも見たいなって思いますね。友達にも全然会ってなくて、うん、でもみんなねもう就職しちゃったから、こうフラッと会えて会えなかったりするからね、もう悲しいよ。そう、あとなんかね、あれなんか普通に自然に触れたりとかちょっとしたいですね。まあもうでも名古屋の女に、あ、名古屋の女ですよね、もう2年もいたら。広島弁も全然出なくなっちゃったし、そうそう、ひなにも会いたいしね。元気かな、もう結構年だからね、心配なの。犬のひなちゃん、犬のひなちゃんといえばさ、エゴさんちのさお犬さんかわいいかわいいきなこさんかわいい。そうなんですよね、私のこと覚えてるかなって思う。まあ人間ってさ、こう忘れることないじゃないですか。だからなんか家族とかにはさなんか忘れられないけどさ、犬ってさ忘れちゃうのかなって。ちゃんと覚えているんですかね。うーんあ、お花のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。そうなんか犬ってちゃんと飼い主のこととか、この人が家族だっていうのを覚えてるのかな。でもねたまにね広島にね帰る、去年とか、あ去年は帰れてないや、一昨年とか帰った時とかにさ、なんかたまにさ会ったりとかしてもね、なんか本当無反応なの。なんか結構 YouTube とかなんかテレビ番組のなんかこう動物番組とかやってたりすると、なんかこう久しぶりに飼い主と再会したらめっちゃワン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 みたいな感じなのね。でもねうちの犬はねガチャって開けてもね本当無反応なの。本当にね何の反応もしてくれなくて、なんか分かってるのか分かんないんですよね。分かっててなんかそういうふんっていう態度をしてるのか、本当に分かってないのか分かんなくて、なんか全然喜んでくれないんですよ。そう、呼んだら寄っては来るし、呼んだら寄ってくるし、なんかちょっと呼んだら来てくれるし、いい子なんだけど、すごいなんか絵に描いたような喜び方をしてくれなくて、だから覚えてるのか忘れてるのかなっていう気持ちにね、そうなるんです。そう、もしかしたら忘れてるのかもしれないなって思っちゃったり。嫉妬してるのかな。うちの犬言葉も理解すごい、ひなちゃん試さ、そうなのかな、感情の表し方に戸惑ってる、全然帰ってこないから。そうなのかな。でもすごい慣れてるの。ショールームとかでもたまにね帰った時は見せたりするからわかると思うんだけど、すごいいい子なんですよね。でもあんま喜んでくれなくて、
ね、だからちゃんと分かってくれてるのかなって思うことはしばしばありますけど、そんなことないかな。賢い犬とそうでない犬がいますから、やだ、ヒナは賢いですよ絶対にね。食事をあげてよしよしするとの、いや違う、懐いてるの、すごくいい子なの。そう。いや、うちの犬は賢いですよきっとね、私よりは賢いと思う。覚えてるといいな、シャイなだけだといいけど。まあいいや、じゃあ20分になったら終わろうと思います。今日は23時20分になったらね、なんか私時間決めないと本当に永遠に話しちゃうから、そう、ずっとずっと話しちゃうから、綺麗にところ止めないと、なんか永遠に話し続けてくださいって言われたら話しちゃうタイプだから、20分までにする。もう今日前髪がもうダメなの、白つける。みんなもね、早く寝てくださいね。白って何犬なんだろうな、ポメラニアンかな。犬は匂いで覚えてるから、目が見えなくなっても分かる。へえー、そうか。ワン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 、基本食事をくれる人と散歩をしてくれる。私毎日してたもんだって。そう、ご飯も私があげてたし、散歩も私が行ってたし、あと洗ってたし、一緒にも寝てた。時間がある時は四六時中ずっとに一緒にいたし、寝るのは毎日寝てました。そう、いつも夜は一緒に寝てた。もう逆にね、ひながいないと一人で寝れないから、私が、しかもひなも寝れない。多分そう、あんまね、でもなんか世間では犬と一緒に寝るのはそう良くないって言われてるんですよ。そう、甘えた犬になっちゃうから、一人寝れない犬になっちゃうから、そう、あんまりね、犬と一緒に寝るのは良くないですよって言われてるんですけど、でも可愛いから一緒に寝ちゃうんです。そう、だから今が寂しくてね。でも今は私がいないから一人で寝てるみたいなんですよね、ひなは。だから偉いですね。私はもう寂しいよ。うん、白みたい。これは白ですよ。白。クレヨンしんちゃんが飼っている犬の白のお気に入りのピンです。最近はワニと同じぐらい白にハマってて、クレヨンしんちゃんにハマるっていうより白単体にハマってるんですよ。だからね、そう、この前ね、またガチャガチャの話になっちゃ、なっちゃうんだけどね、ガチャガチャでクレヨンしんちゃんのね、ガチャガチャがあって、しんちゃんが2個と白が2個なのね。その4つの中から白が出したくて、でもさ、4分の2でさ出るって分かんないじゃないですか、白が。だからガチャガチャできなかったんですよね。だから今度行った時にガチャガチャのケースの中行って覗いて、白が残ってたらやろうかなって思ってるけどね。ガチャがあったらやりたいんだけどね。そうなの。
ね、なんかダメだな本当。こんなんだから多分いつまでたっても幼い取れるんだよね。全身キャラものだ私。ワニもそうだし、ほらこんなダメだ大人になろう。そうね、キャラクターものばっかり見て可愛いって思っちゃう。あ、そろそろ終わりたいと思います。20分になったので、はい。ということでね、そろそろね終わりにしたいと思います。皆さん今日も長時間ありがとうございました。そろそろ寝ようと思います。ありがとうみんな、バイバイ、おやすみなさい、バイバーイ。